伸びる、効く。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、プリッとしたお尻を手に入れたい方、美脚になりたい方、そういった方におすすめなフロッグスクワットというのを紹介していきます。このスクワットのいいところがですね、通常スクワットするとほとんど足に効いてしまうんですけど、このスクワットはお尻にしっかり効いた感じがわかります。ですがフォームが少し難しいので、今回スクワットする前に前もものストレッチと腰のストレッチを含めていきます。このストレッチを20秒ずつ含めた後にフロッグスクワットを10回3セット一緒に頑張っていきましょう。スクワットするメリットとしては、代謝が上がる、姿勢が良くなる、お尻が上がるので足が長く見えてくる、お尻を的確に鍛えていくと足のラインが良くなって美脚になれます。通常のスクワットはやり方がすごく難しいので、普通の方が動画を見ながらやってもですね、ほとんど膝の上、膝の外側などに効いてですね、足がムキッと硬くなって一向に細くならない、そういった原因があります。今回のフロッグスクワットは安心してください。ちゃんとフォームを見ながらやってもらうと、的確にお尻に効いて、なおかつ姿勢が良くなるので、お腹も引っ込めることができていきます。最後まで楽しんでいきましょう。それではストレッチからやっていきます。まずは腰のストレッチからやっていきます。腰のストレッチができてないとお尻がちゃんと締まらないので、ちゃんと腰を伸ばしてですね、おへそを上向ける、骨盤を立てる姿勢を作っていきます。まずはしっかり寝たままで、スマートフォン持ったままでいいです。膝を抱えて体を起こして腰を伸ばしてください。できるだけ体を丸くします。お尻もしっかり持ち上げます。膝を顎につけるようなイメージです。20秒いきましょう。スタート。ぐーっと抱えてください。腰がもしね、ピキッとなるようだったらちょっと緩めてください。だんだんと伸ばしてください。ぐーっと息しっかり吐いてください。はい、 OK です。今度は今のでスマートフォン持ったままでいいです。このように軽く入れてください。今度は動的なストレッチです。いきましょう。20秒、こういう感じで入れてください。しっかり丸くなってよく伸びてますよ。はい、 OK です。次は前もものストレッチです。つま先を外に向けた状態でできるだけ足を閉じます。これで少し寝ます。この時にお腹が持ち上がると前もも緩んじゃうので、お腹をへこませる、そして体を後ろに倒す、それで伸びます。いきましょう。スタート。お腹へこませて体を後ろに倒していきます。スマホ見ながらでもいいです。あと少しです。はい、 OK です。はい、次は正座の状態からお尻を上げます。この状態で片足ずつぐーっと持って、お腹が出ないようにお腹をへこませて、かかとをお尻につけるイメージです。交互10秒ずついきます。スタート。しっかり前もも伸びてますか？はい、反対です。しっかり伸ばしてください。あと少し。はい、 OK です。今ので腰のストレッチ、前もものストレッチができました。これでスクワットを的確に行っていくことによって、太ももだけではなくお尻にしっかり効かすことができてきます。そして立った時にお尻を締めてお腹をへこました姿勢を作ることができます。頑張っていきましょう。はい、フロッグスクワットはですね、まず足肩幅にしてつま先を開きます。まあまあ開いてください。後ろに倒れない程度です。この状態からまっすぐスマホ持ったままでいいので、しゃがんでください。そしたら
足首よりも膝がちょっと中に入ると思います。この膝をしっかり外に開いて、股関節をしっかりストレッチさせて、お腹へこましたまま立ちます。横から見るとしゃがみます。膝が横ではなく斜め前向いてると思います。この膝を少し開いて、開くとお尻が自然と締まって腰が丸くなると思います。腰が丸くなるとお腹がへこんでますから、その姿勢のまままっすぐ立ち上がる。そうするとお尻が締まったまま、股関節が外に開いた状態、お腹がへこんだ状態っていうのが作れます。これを10回意識してやっていきましょう。1セット目まずいきましょう。10回です。呼吸は意識しなくてもいいです。フォームを意識してください。いきます。1、開いてお腹へこまして立つ。2、3、立った時は内もも同士をひっつけるイメージです。お尻締めて。4、これぐらいのスピードです。5、膝開く、お尻締めてお腹へこます。6、お尻効いてますか？立ってもお尻緩めたらダメです。7、立った時もずっと締めたままです。8、内もも合わせて。9、開いてお尻締めて立つ。10、 OK です。お尻効いてると思います。少しね、お尻をね叩いてみてください。はい、これをもう2セット一緒にやっていきましょう。頑張っていきましょう。いきます。1、2、3、どうですか？お尻効いてますか？4、5、普通ならもうこの辺でね、太ももに効いてると思います。ですがね、あんまり太ももに効かずにお尻に効いてると思います。8、ふぅ、9、ふぅと、10、はい、 OK。 いや、内転筋とね、お尻に効いてると思います。さあ、ラスト頑張っていきましょう。ラストいきます。1、最後まで膝開いて。2、3、7、効いてる。8、9、10、 OK です。お疲れ様でした。いやー、よくねお尻に効いてると思います。これでもし太ももにも結構効いたんだけどっていうのはですね、もちろん太ももにも効きます。ですがお尻にも必ず効いてるんで、普通のねワイドスクワットとか普通のスクワットをするよりもですね、この美脚カエル足スクワットというのがまあおすすめです。このスクワットのおすすめな方はですね、体重があって痩せたい男性、なかなか痩せにくくなっている、代謝が下がっている女性、スクワットすると足がムキッとしたり筋肉質な女性、そういった方におすすめなスクワットになります。よかったら動画を見ながら何度か続けてみてください。そしてフォームがもう分かってるよって方はですね、タートルワークアウトサブチャンネルの方に行ってみてください。サブチャンネルの方では解説を抜いた動くだけの動画を載せたりしてます。ぜひサブチャンネルも活用ください。3セット頑張ったよって方はですね、グッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。各種 SNS も行ってますので、また違う形で配信を毎日してます。よかったら SNS の方もフォローしておいてください。説明欄に貼ってます。今回もご視聴ありがとうございました。次回は痩せるストレッチを紹介していきます。お楽しみください。